いよいよこの猛暑の中8月の24日でございますけれども、えー、築地の食待ちスタジオという所で賢く食べて魚を増やすシーフードスマートキックオフトークイベント。 えー、とといいうことで今日ここで今日に集ままってたただきましたもうね会場の中はですね立水の余地もないまあ本当にあのもうちょっとねこれだけ人が来るんだったらもっと広い会場用意せえっててなもんなんですけれどもまあ,あの立水の余地がないぐらいな方がまあ盛り上がっていいかなというふうに思っておりますえ今日はですね今までのストレスをねバわっと喋りまくってやろうかなと思っておりますごご期待 賢く食べて魚を増やすシーフードスマート TV でございます。えー、それではね、今日は、えー、壱岐市マグロ資源を考える会、会長の中村実るさんと、えー、持続的マグロ量を考える会、えー、ルモイ、ルモイですよね。北海道。北海道。全部。いささか広いよ。ねええー、北海道あ、北海道からですね、わざわざこのために来ていただいたとい。 え、いう、えー、高松幸子さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、あ、<手>いや、なんだか、なんだかこうやってあれだね、収録なのに拍手があるっていうのはやりにくいもんだね。<laughs> はい、あ。あの、まず中村さんから自己紹介と、あと、まあ、どういう活動をやってるかっていうことを、あの、順番にお願いをします。えっと、私は長崎県行き市、勝本町というところの、に住んでおりまして、そこで、マゴロの一本釣りの、 漁業をやっています。えー、近年中間も年々なんですけど、マグロがいなくなってきて、えー、漁業が持続できなくなってきてるんですよ。で、それ、大体資源管理とか頭になかったんですけど、もうしないとどうしようもないぐらい魚が減っていまして、それでこういう、こんな格好も大体したくないんですけど、<laughs> 長靴が一番似合うのに、こんな格好して活動してます。 それで、えー、まず自分たちの考えていることは、資源管理の輪を広げることということで、消費者の皆様とか、えー、業界の人とかとも、一緒に資源管理をやっていきましょうという活動をしています。それと、ま、えー、マグロがいなくなってるんで、マグロにちゃんと卵を産ませて、 マグロ自体の数を増やしましょうということで産卵期の漁獲制限を国に求めています。でそういう活動をしていますので皆さんどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。えー、っとですね、僕の場合はあの、先ほどあの、生田さん、ルモイって言いましたけど、実はあの、ルモイよりまだずっと北の方にですね、 え、一番、あの、北の島がリシリレブンって、まあ、大きな島あるんですけど、その下に、まあ、リシリレブンの、あの、両親によく馬鹿にされるんですけど、お前とこは、その、鼻くそだって、周囲12キロ、それしかないんですよ。まあ、僕もあの、行きに行きましたけど、行きはもう島っていう感じ全然し,しないですけどね。本当に、まあ、うちに、あの、うちの島に来たら、あ、これぞ島だっていう感じです。多いって言えば、裏に、 いる人も、はいって返事するくらいです。そこで、あのー、まあ、本題のマグロに入りますけど、え実はですね、あのー、この会っていうのは、えっ、ー、と、北は、あのー、リチリレブンの、えー、リチリレブンそれから稚内です。あのー、その地域の、えっ、ー、と、マグロ漁をやっている、あのー、協議会、そこの代表の方、そ、あの、その方が一番北で、 南はですね、えー、っと、トイのあの、ま、あ大間という、あの、並ぶくらいの有名な、あの、津軽海峡で松前の、えー、っと、一本釣りの部海の方と、それとハイナワの、あの、部海の方、それとトイのそのマグロ船団の方、ま、あそういうあの、えー、っと、全部で八地域の、あの、人たちが、 今、あの、この会を盛り上げようとして、まあ、活動を始め、まあ、あの、息のパクリみたいなもんですけど、実はその、息の活動をしたのが、あの、4月なんですよね。それで、あの、実は、まあ、こういう活動っていうのは、まあの、ま、中村さんも、あの、よく話あの、するんですけど、なかなか、この、個人の漁師っていうのは、こういうの苦手で、あの、まあ、あの、団結力もないっていうのが、まあ、所詮一匹狼の集まりなんですよ、漁師っていうのは。 それでこういう活動をするのに、あの、実はですね、僕が、あの、なんで、あの、やんなきゃなんないのっていう感じだったんですけど、実はあの、28になるセガレがいて、セガレもまあ独立して今船に乗ってやってるんですけど、親父、今お前がやらないとどうなるんだ声出せって。それあの、息子に背中を押されて、まあこの回今、あの、立ち上げようと、今やってるところなんです。 まあ、あの、お洋にマグロの話はしますけど。いや、すごく、あの、高松さん上手じゃないですか、喋るの。ねえ、なんか台本があるような感じでね、喋られて。ああ、驚いたって。<laughs> で、あの、まずちょっと息の話から行きたいんですけれども、実はね、息っていうところはですね、何年ぐらい前ですか、あれ。何年前でしょうね。<laughs> 10年、10年まで行ってないよね。うんだな 7,8年前。で、7,8年前に、えー、まあ、あのー、3万9千円でしたっけ、キロ。そう、キロ3万9千円っていうのを出したんですね。それまで、あの、それも、あのー、お正月の、 要は、ご祝儀相場とかじゃなくて、暮れの時ですよね、あれね。暮れに3万、キロ3万9千円を出したって言って、いやー、それなんだよ、大間かいって言ったら、いや、違う違う、息だよって言って、ああ、これは、市場のやっぱり評価機能っていうのもちゃんとしてんだな、と。だから、ブランドで左右されてるんじゃ、まあ、息もブランドなんですけどね。で、ブランドで左右されてんじゃなくて、客観的にいい魚を選んでるんだな、っていうのを思って、築地としても安心をしたもんなんです。で、あの時、えー、取れたマグロっていうのは、大体、えー、 あれが2 8 0キロで今大体いい中村さんが取ってるマグロの大きさってどれぐらいですか今は1 0 0 k から1 5 0キロぐらいですかね取れるしという思考は釣れないんですけどねといったらいいんでしょうねうん、うん、で大体絶好調の時っていうのは大体ペースはどれぐらいで取ってますか絶好調の頃絶好調の頃 でも、それでも月に10本とか十何本つます。月に10本取りゃ十分じゃない。欲 <laughs> が深いね、く。で、今はどんな感じになってますか今はもう、今はもう、いや、先月、6月で5、6本つっただけで、それ前後は全くつってないです。えー、1月から6月まで ?0。えー、5月までゼロです。だいたい、メイン、 1>, 1月2月がメインの時期なんですけど、ほとんどその1、2月で1年の水揚げというか、それで、それに頼ってたんですけど、今それが全く取れない状態になってきてます。で、えー、6月ぐらいにほんの数本釣れただけで、まあこんな活動もしてるんで、漁になかなか行けないというところもあるんですけど、えー、息自体釣れてません。 あのね、息のマグロっていうのはですね、あのー、築地のマグロの業者から言わせるとですね、大体暮れ、えー、年の暮れになると大間とか北海道ですよね。うん、北海道のマグロが出てきて、それが大概年内で終わるんです。で、年内で終わって、1月2月、は坂かきが起きるんですけれども、その時に息のマグロが埋めてくれてたんですよ。うん。で、その息のマグロが全く今、取れない状態。で、あの、 今月5、6匹今月、一回今月で ?6 月。あ、6月か。6、今月ゼロ,月ゼロ6月に5、6本。それで5、6本の目回りは目回りという。大きさ、大きさ。大きさ。うん。何キロぐらい大きさは50キロから150キロまで。大体100キロ以上の方が多かったですかね。うん、あでもそれは良かったですね。はい、あんまり。あんまり良くない。まあ、いいと言えばいいのかもわからんけど。 自分としては良くないです、ね、ああまあ全然取れてないけんその前とかがじゃあ中村さんの最高記録っていうのはどれぐらいですか大きさですか大きさ 1> 3 1 2キロですかね <laughs> それでそれをコンスタントに取ってたわけではない、えー、そんな大きいのはなかなかめったに食うもんじゃなくて連れてた時は1 8 0キロから2何0キロが主体だったんですけど当たり前というか。 食えばそういういやつだったんですよ僕たちが漁師になった頃は、うんえー、魚は無限と言わんばかりにいっぱいいたんですけど、うん、今もそれがもうその無限にいたっていう時のなんか思い出みたいのってない思い出、うん、こういう状態の海があってさあたり一面いっぱいマグロが飛び跳ねてたとか、うん、でイワシの餌まいて釣ると、うん、そこら辺で釣れてたもう 5メーターぐらいのところですぐ釣れてたんですよ。10 7、8キロから10キロのやつ。7、8キロキロから10キロ。そういうのはもう全然夢の世界ですよね。あの、七里ヶメっていう漁場じゃないですか。はい。あそこがもう枯れちゃってるってことあそこが枯れたんじゃなくて、マグロは回遊魚なんで、はいはいはい もう全体がいなくなってきてるという状態です。それ、中村さん自体は、何が原因でこうなってるっていうふうにお考えです、はい、じゃあ、高松さんあの、同じような質問なんですけれども、はい、あの高松さんのところは、まあ、いわゆる大間。 大間と同じ漁場で取ってるところでございます。ですからまあ、あの、大きいのが来れば、楽にキロ1万円以上は売れてますよね。えそういうマグロを取ってる方なんですけど、じゃあ今、あその昔はどんな感じだったかっていうのと、今どういうふうになったかっていうのをお願いします。いや、あのー、昔の話をすると、あいつら吹きだって後で言われるのが <laughs>、なんか嫌なんですけど、 本当にあの、うちの、うちの窓からですよ。窓から海を見ると、マグロが跳ねてるのわかるんです。いや、本当、本当ですよ。それくらいいたんです。マグロは。ちょうど、えっと、7月くらいに回遊してくるね北上してくるんですけど、もう、1970年代からこの釣りっていうの大体始まったんですけど、 あの、最初の頃はその、漁法があんまりよくわからなくて、まあ、食いついても大きいのはもうほとんど切られてしまう。そういうような、あの、状態だったんですけど、えー、80年代に入ってですね、あの、オーマーから、あの、直接人間を呼んで、まあ、技術指導を受けまして、まあい、いるから当然釣れますよね。それがもう爆発的にあの地域でこう、あの、広がったんですよね。あの、 そうですね。中村さん、ちょっとここで勝ち誇るわけじゃないですけど、あの、270って言いましたけど、あ、310。あの、370、80っていうのは普通に上がりました。それくらい、北海道は。<laughs> <laughs> <laughs> 漁師は常にこういう競に合うんだ。これが良くないですよね <laughs> あ。漁師っていうのは。まあ、あの、本当にか想、想像できないくらい、まあ、いたっていうことは事実。 今は全然いません。今はあの最後にですね、平成10年にハイナワリオで120キロくらいの日本、その地域で上がったのそれ以来1本も上がってません。100キロ台は。で、今釣れてるのがですね、えっと、だいたい7、8キロから10キロ台。これしかいません。大きいの釣りたくてもいないんです。 ただ、まああの、北の海ですから低水温にこう使ったマグロですからやっぱり質は、密室は良くなんですよね。だから、例えばその、まあ、巻き網で取るようなマグロと比較した場合はもう、はるかに値段の面でも、まあ、あの違いますけど、まあ、ちょっと残念ながら、この今の状況ではなかなかその、かつてのような海に戻るっていうような、そういうような まあ、うちのセガラにもよく言うんですけど、お前の時代にもう一回100キロ台、200キロ台、いってやりたいけどな、って言うんですけどね、無理でしょうね。今のお国の考え方じゃ。これ言ったらダメですかいやい,い,ですいやいや、あの、お国の考え方じゃどこがダメですか <laughs> そうですね。やっぱりあの、漁師ですから、基本的にその、まあ、あの、我先に取りたいっていうの、これ誰しも人間、思うことですよね。 ただ、みんな同じまだ、漁法であればいいんですけど、我々、それこそ、一本、二本、一日するのに、対して、巻き網っていうのは、まあ、えっと、例えば北海道で上がる、最近、ここ、あの、四五年ぐらいのデータを比較しても、北海道で、あの、その、シーズン通して上がる、微数から、まず、一網で、 それこそ、ま、あ同じくらいの、あの、一本釣り、灰縄で取る量を取ってしまうんですよ。たった一網で何万ビット取るんですよ。じゃあ、立ち打ちできませんよね、我々。おまけに、その、先取りされるんで、北には登ってこなくなるっていうのは、もうこれ誰考えてもわかることですよね。で、まあででは、えー、っと、まあ、 未成績60%ぐらいはもう巻き網が取ってるっていう、そういうあのデータあるのに、それを改善できないっていうのがちょっと残念ですね。僕らはまあ中村さんと同じく、まあそういうのをあの声を大にして今、皆さんを通してこう世の中に知らせたいっていうか、まあ今そういうふうな動きをしてるんですけど、ちょっと僕は理解できません。本当に国の考え方は。 はい、今あの、巻き網の話が出たんですけれども、まあ、あの、巻き網っていう漁法っていうのは、ま、逆から見ると非常に効率が良くて、まあ、経済的に優れた漁法だって言われてますよね。それで、えー、さっきあの、ご紹介したノルウェーの話なんかもそうなんですけれども、まあ、ノルウェーにしろ、アイスランドにしろ、北欧はみんな巻き網でやってると。で、そこら辺はどういうふうにお考えになります 巻き網ですかうん、うん、巻き <laughs>、ね、うん言いにくいというか巻き網でも、うん、まあ持続可能であれば別に構わないとは思うんですよ巻き網で例えば、あのー、ちっちゃいのを取らないとか、はいえー、ちっちゃいのを避けて取るとかっていうことは可能なんですか <laughs> 可能だと思います今の、えー、技術というか機械だと、うん、どこに、えー、どのぐらいの魚がいるかっていうのが分かるんですよ ここにどのぐらいの魚がどれぐらいいるっちゅうのがわかるからもう船の中で海見らんでもわかるんですよ海の中が。それぐらい技術が発達してるんで選んで取れるしで数数をやっぱこうある程度残しながら取っていけばいいとは思うんですけどね。 うん、いや、巻き編み、まあ中村さんと基本的には全く同じなんですけど、あの、限りある資源だっていうことをまず頭に入れて、それをどういうふうに取っていくかっていうのをやっぱり考えないと、今のようなその、まあ、競争原理が働いて、それこそ強いものだけが伸びていく。本当は伸びていってるんじゃないですよね。その人たちも潰してるんですよ、要は。 その資源を食いつぶしてね。あの、結局、その資源量がこう豊富な時に、まあ、どん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 国で、その、あの、漁業員を許可を出して巻き網を増やした。一時は良かったけど、彼らも、やっぱり、じゃあの、ダメになった時期あるんですよ。ところが、まあ今中村さん話したように、技術がもう、どん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 進歩して、 今まで取れなかったものを取れるようになった。また国も支援して、あの、補助金出して船を大きくしたり、今までその、えー、っと、1キロくらいのその小さな網だったのが2キロになった深さもそこまでこう、あの、行くような網を使えるような、そういう大きな船にした。それがやっぱり今のこの現状を招いてる。これは間違いないです。だからその、一時、 まあ、四五年、その、日本海で、あの、巻き網の水揚げ、まあ、鳥取が中心なんですけど、境港に、あの、大量に、こう、上がった年が四年くらい続いたんですよね。で、二年くらい、北海道もまだおかげあったんですけど、三年目、四年目だったら、どん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 、やっぱり減っていってそれが、まあ、現実なんですね。やはり、その、まあ、中村村さん、あの、よく言うのは、 その、この、日本のその排他的経済、この水域の中で、その、まあ、産卵するマグロ。だからよくあの、僕ら北海道で、その、こういう話すると、あの、太平洋クロマグロなんて言ったら、みんな知らない人はね、あ、なんだ、太平洋あんな広い海でそれこそ育つんだから、いっぱいいるだろう。っていうような感じがみんなするんですよね。ところが、 実際は、その、日本の中で産卵して、あの、まあ、メキシコの方まで回遊していくと。また戻ってくる。だから、日本でその産卵源を取ってしまえば減るのは当然。まあ、しては未生魚、まあ95、95%トあの、共格の95%、それこそ30キロ未満の未生魚ですから、減るのは当たり前ですよね、これね。誰考えても。 それをやっぱり許してる国の政策がやっぱりまずいと僕は思う。いやいや、本当、ね、なんかせっかく、キックオフミーティングとかなんか言いながら、なんか本当、暗い話になっちゃうけれども、じゃあ、あのー、もしね、あのー、これをやればたぶん、何年後かに戻るぜっていうのは、現場にいてあ,のあるわけでしょ、そういうのって。これをこういうふうにしたらこうなるんじゃないっていうのって。 で、あの、今回水産庁は、まあ、WCPFC のあれを受けて、まあ、あの、未成を取るのをやめます。あ、やめま、まあ、制限を加えましたと。で、これで海良くなりますかね、マグロ。えー、未制御を50%削減しますと言ってるんですけど、えー、30キロ未満なんですよ。今、えー、産卵期に産卵場で取られてるのが、3十三四40キロ前後の魚なんで、みんなが、 えー、三、二十九キロまで我慢しても、三十キロになってそこで取っちゃうと意味がないんで、そこも一緒に寄生していかないと無理なんじゃないかなと思うのと、産卵期の産卵場なんで、子供が産めない状態なんですよ。産む前に取られちゃってるんで、そこはやっぱちゃんと産ませれば、ちっちゃいやつが増えてくる。そこからやっぱせない犬ちゅうことで、一緒に、 やれば回復はすすると思うんでまああの基本的にやっぱりその取る量を減らすっていうのがない限り増えないっていうのははっきりですよねじゃあ一番取ってるのは巻き網ですからじゃあ巻き網も削減してくださいよっていう僕らは一本釣りの,あの関係者はみんなそう思ってるんです。 これはあの、かつて北海道でも、あの、う北天線とか、そ底引きですね、沖合底引きが、やはりあの、う、えー、それこそ、ま、あ力のある時はですね、あの、う共保証、お互いに保証し合って、あの、う船を減らそう。 そして、まあ、何増かだけを生きあの、伸びさせるっていうのは、そういう政策を取ってたんですよ。ところが、あの、まあ今、巻き網もそうでしょうけど、そういう、あの、保証するも力もみんなないんですね。それで、これをやるとなれば、やはり国がやるしかないんですよ。僕は、あの、基本的に国が、あの、与えた許可ですから、減らすのも国が減らしてください。これはもう、当たり前の話じゃないですか、これ。 政策,の政策が、まあそうですからね、これを僕は強く言いたいんですよ、それをしない限りあり、マグロ資源がまあ復活するってことはないでしょう、これ、そうですよね。いや、高松さん、さっきあのちょっとお話を聞いたんですけど、マグロ以外でなんかあの減ってるっていう話もあるじゃないですか。でそこら辺をちょっと えー、まあ、あの、北海道は、まあ、ああの、ことにいる方が、あの、おられると思うんですけど、今、あの、北部のスケソ資源がもう極端に減って、これ、あの、まあ、先ほど、あの、お話ししてた、春川先生あたりがもう、非常に前から、あの、指摘して、あの、まあ、大きな問題になってるんですけど、なかなかこれがまたね、その、えー、まあ、 タックは一応あるんですよね。ただそのタックを決めるのに、このタックっていうのはまたこの法的なそのあんまり高速ってことないんですよ、ね。で、日本の場合ね。それで、タックがですね、その、ABC っていうのは、ま、生物学的な、その、これ以上取ったらいけないっていう数量あるんですけど、それをはるかに超える設定をしてるんです。これじゃあ資源、 科学者がこれ以上取ったらダメだって言ってるのに、その倍も取らしてる。これがね、まかり通ってるんです、北海道の場合は。まあ、これ言ったらまた北海道に帰ったら、お前余計なこと言うなって言われるんですけどね。本当に現実そうなんですよ。で、その、透けソが減ってきた。そしたら、その、底引きの、あの、人たちも、まあ、スケソだけじゃ、採算取れない。 じゃあ他のものを取るか。今度、ホッケに手を出すね。すり身にするのに。ホッケも今いません。もう次々、これ、本当に、あのー、スパイラルに入っちゃったもう、まあ、今年、春にですかあれえっどうの方っていうより、水産庁の方から、 違うものに転換させようっていうのは、そういうあの、なんかあの、話出てましたけど、違うものだって、あと、海にいるもんだったらカレーかなんかで、カレーだってみんな沿岸とその、まあ、共有のものですよね。それを今度取らせようとしたら、沿岸のあの、漁業者っていうのを、これどうするんですかねこれ国の政策としてそのあ、この沿岸の小さい漁業者は必要ない って考えてるんでしょうかね。だからか、あの、5月に検討委員会に僕もちょっとあの、傍聴させてもらったんですけど、あの、巻き網の、その、参考人で来た巻き網の方々からあ、方からですね、あの、こういう発言あったんですよね。えー、非効率的な、あの、漁業は、 まあ、は、は、排除とまで、そういうような汚い言葉じゃなかったですけど、まあ、淘汰されるべきだみたいな発言があったんですよ。僕はとんでもない話だと思うんですよ。僕らは少しとっても生活に成り立つような、そういう企業なんですよ。我々、あの、い釣り、釣り業者っていうのは。ね、それを壊してるのは、そういう大きな巻き網であったり、底引きであったり、 これをやっぱりあの一般の方にも考えていただきたいんですまあ今あのいろんな漁法の話が出たんですけれどもあの一本釣りのマグロって何がいい何がいい、えー、鮮度がいい手入れができる美味しいマグロを皆さんに届けられる僕はそれをやって、えー、どういうふうに取ってます もう僕たち勝負で食いついて走るとマグロの体温が上がっちゃって焼けちゃうんですよ。で、それは、それをなくすために食いついたからほぼ1時間ぐらいは泳がせるんですよ。150キロから200キロになるとじ自由に中が人間でいうと <laughs> ジョックするような感じで泳がせてで1時間ぐらい経ってからちょっと揚げに入るんですけど そうして、あげることによって、焼けが出なくな、なるというのが一つ目にあって。で、あげてしまってからはもう即血抜きをして、内臓を出して。その状態でもまあ、内臓を出さんと焼けることがあるんで、早めに出して。で、血、血抜きもちゃんとせんと、やっぱ血、血の匂いがするんですよ。血抜きしとかんと。で、そして早めに冷やす。 冷やすことによって、こう、なんちうと、身、身がこうよく締まって、刺身にしても、なんちゅう、べちゃっとならないような状態になるんで、その辺一生懸命努力しながら、築地に出してますけど、それができるちゅうのが一本釣りですかね。はい、はい。と思いますけど。 今あの、この中村さんの方から、焼けという言葉が出たんですけれども、実はですね、マグロ屋さん、僕マグロ屋なんです、こう見えても。えー、あの、マグロ屋さんの、えー、一番怖いところっていうのは、焼けなんです。で、焼けの魚を買っちゃうとですね、もうおろした瞬間から、色が、まあ、こういう床みたいな色になっちゃいますよね。あの、どっちかというと、ベージュ。 ベージュっぽい色になってきて、水がジャボジャボ出てきてですね、もう本当にあの、刺身じゃ無理、ね。食べると酸っぱいんです。梅干し並みに酸っぱいようなマグロになってくるんですね。で、それをそ、ならないように、やっぱり一本釣りっていうのはものすごく工夫してるんです。だからやっぱりこれは、あの、さっきも言ったけれども、やっぱり文化として残すっていう、すごく大事な部分なんですね。で、逆に、効率のいい巻き網っていうのは、あの、 マグロをまあ大量に何千本っていっぺんに巻くわけですね、ですから彼らが、まああ、まあ、30キロから50キロぐらいの連中が、どん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 網をこうやって絞っていくんですね、だから、おしくらまんじゅう状態になるんですよ、で、おしくらまんじゅう状態になって、みんながこう、ぶるっ暴れてるのが、何千匹って網の中に入れられるんですね、ですから、あの時の海水っていうのは、なんか湯気が出るっていうのを聞いたことある、本当網じゃないかああ、そうですね。<laughs> <laughs> そう、なんか、そういう状態まで上がって、それで、一遍に船に上が,上がってポカッってやるもんだから、もう処理が間に合わないから、えー、どん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 劣化する。だから、あの、巻き網の魚っていうのは、えー、僕らからすると結構リスキーなマグロで、えー、あんまり、あの、買いたくないなっていうのが、本音であります。<laughs> で、あの、ちょっともうお時間も過ぎちゃったんですけれども、あの、最後にですね、ここにいる方たちっていうのは水産関係じゃございません。 え、水産関係の人がいないんで、まあ、いわゆる一般の消費者でございます。ね、そういう人たちに、まあ、ちょっと訴えたいことがあったら、声を高らかに、ね、え、お前らにもうやらねえマグロは、ぐらいのこと言っちゃってもいいですか釣れないんで。えー、釣れないんで。<laughs> やりたいんだけど。ああ、ねえ、だから、いや、マジで深刻だよね。まあ、じゃあ、あの、消費者ですんで、あの、これだけはお前たち知っとけと。 ね、あの、本当に食えなくなるよっていう部分があったら、ぜひ、訴えてください,、はい。立っていいよ。立って。立って元気よ、もう。<laughs> さっきまでお世話だからあ。皆さんには、やっぱこう、マグロの現状、これだけいなくなってるっていうのを知っておいてもらいたいということ。で、やっぱちゃんとした規制をかければ、マグロは回復する。それを世の中の人に伝えてもらいたい。そう、それですかね。よろしくお願いします。 じゃあ高松さんも、ええ、お願いしま,すまああの今中村さんもお話した通りですねあの確かにやっぱり我慢しなきゃなんない時もあると思うんですよあの美味しいものはまあ多少高くても我慢して食べると安くてうまいものを腹いっぱい食べたいっていうそういうあの欲をちょっと捨てて それがやっぱりこの現状を変えていくことになって、つながっていくんじゃないかな、そういう気します。どうぞあの応援してください。で、まあ、お時間は過ぎてしまったんですけれども、片野さん、だめおっ、おっ、おっ、おお出てきたぞ。 え、ちょっと私の方からですね、ちっと国際的な観点がマグロの話したんですけど、えっ、ー、と、明日ですね、あの、三十何年ぶりに、ノルウェーの漁船が、クロマグロの漁をするんですよ。三十何年ぶりでね。で、それまでずっとその、クロマグロを取っていなくて、あの、七十年代ぐらいには、七千ンも八千ンもノルウェーの漁でクロマグロたくさん取れたんですよ。で、日本の船も実際そのところは、あの、二百回に前だったんで、取ってたんですよね。で、その時に、そのノルウェーは、 黒グロを取ってなくしてしまって、餌の二ま丸なくしてしまって、それでまあ、あの、ほとんど禁量状態にして、で、明日からやるんですよ。で、どういうふうに取るかっていうと、これ一本釣りじゃなくて、巻き網取るんですよね。大型巻き網で。で、私はですね、決して大型巻き網が悪いんではなくて、精度が悪いんですよね。あの、結局一網大尽にでも取ってしまって、一本釣りの方までに、 量がいかないぐらいに取ってしまうと。これが一番の、お問題なんですよ。ですから、じゃあ、世界で第2位の、その、水産輸出国であるノルウェーが、何を、あの、誇ってるかって、巻き網なんですよね。で、巻き網漁業で資源管理をしてるから、何とかなってるんですよ。で、それ以外に、小さな沿岸の方々もいらっしゃるんですけど、そういう方々も資源が低迷期の時は、しっかり、あの、小型の漁業者の方を守って、資源が増えてきたら、枠をたくさん出して、大型巻き網船に走って、で、大型巻き網船がどんどん曲がると。 そういう仕組みなんですよね。ですから、この仕組みっていうのは、あくまでも、その、仕組みがなくて、制度がないことが一番の問題なんで、それさえしっかりすれば、あの、大型巻き編も儲かるし、あの、高村さんね、中村さんのような、一本人の方もみんな儲かるんで、そのための仕組みがないんで、お互いにですね、これ、大型巻き編が悪いとか、どこ、誰々が悪いって言っても、これ、どうしようもない問題ですから、一番大事なことは、とにかく、科学的な根拠を基づいて、しっかりしたタックを設定して、あとは個別にやると。 いうことなんでそれちょっと私は付け加えさせていただきたかったんではいはい、えー、漁業者の皆さんからいろんなお話を伺いましたであ、まあ、あの皆さんが深刻だっていうこともよくこれでお分かりになっていただけたかなと思いますけれども実は、えー、国連の海洋法条約の中に、えー、魚の定義があるんですねそれは魚というのは人類共有の財産である ということなんです。で、今お話を聞いていると、魚っていうのは漁業者の方がこうやって取ってっていう漁業者のものかなと、ちょっと勘違いをしますけれども、実は魚というのは皆さん一人一人の財産です。皆さんのものなんです。ですから、 あ漁業者に、えー、こういうふうに任せるんではなくてやっぱり一人一人が自覚を持って、えー、一人一人がですね私たちのものだという自覚を持って、えー、魚というのを守っていければと思っております、えー、賢く食べて魚を増やすシーフードスマートでございますはい